東京都第5区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は3。第23回から第30回は、定数 4?1964 年の公職選挙法改正により、同区の一部は新設された東京都第9区として、分区され、その際に、定数は5区。 九区それぞれ三ずつとした。自治体の名称は第四十回衆議院議員総選挙時点のものである。以下は1964年に東京都第九区として分割された区域である。第四十回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数70万799人、投票率 60.76%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数676,094万人投票率65.22%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数648,196万人投票率58.93%第37回衆議院議員 総選挙12月18日執行当日、有権者数、62万5680人、投票率 55.、55.64%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、61万1003人、投票率 65.、65.79%第35回衆議院議員。総選挙10月7日、執行当日有権者数。 60万9418人、投票率50.00%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数61万4967人、投票率62.74%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数61万7662人、 投票率 59.、59.98%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数 10,、61万158人投票率 52.、52.88%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、57万70人投票率 62.、62.50%、 第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数、99万89人、投票率 60.、60.66%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、83万738人、投票率 63.、63.56%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行、 投数七十3万7187人。投票率、セ9 1第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、万14 14人、投票率 66.、66.77%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数五56万1998人。 投票率 62.、62.42%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、57万5832人。投票率 60.、60.66%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、39万7239人。投票率、 58.74%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数34万1197人、投票率61.45%。ありがとうございます。